どうも、こげたこぎ大阪です。毎年恒例のジャンプフェスタが開催されて、今年も例年通り小田先生の公式発言が出ました。僕なんかは次の108巻の SBS が見たいって5日に1回くらい思うタイプなんで、まあみんなもそうかもしれんけど、小田先生の発言ってのは注目したくなりますよね。貴重な公式発言やし、ジャンフェスの言葉は毎回原作に切り込むことが多いから見逃せません。そんな中、これが全文なんですけど、この後半の原作に関わるところをピックアップします。いろいろ気になるワードが出てきますけど、冷静に文脈で判断していきます。なんでかっていうと、この文の読み方で何パターンにも捉えれるからなんですよね。そこがみんなを悩ませる。だからこそ答え探るのが難しいんですけど、冷静に分岐を間違えないように正確な方に行けるように一から見ていきます。原作の方も頑張っていかないかんですけど、今年もいろんな人たちがいろんな目に遭いましたね。本当に恐ろしい世界です。これに関しては、ハンコックなんかもそうやし、コビーなんかもそうやし、早速分岐があるいろんな捉え方はできてしまうんですけど、本当に恐ろしい世界ですにかかってるなら、死亡したキャラとか、命の危険のことを言ってそうで、そうなると、シャカ・ピタゴラス、ティーボーン中将、ミョスガルド、生死不明ですけどガープとかで、その後に続くのがルフィたちが無事にエッグヘッドを出られたら行きますかねあの島ってなってる。ここで言われてるあの島ってどの島やねんって話で、恐ろしい世界ですよねからの行きますかねあの島、ここの文脈がこのまま続いてるなら、ルフィに関わる恐ろしい世界が原因で行く島ってことなんで、シャカピタゴラス、ティーボーン、中将、ミョスガルド、ガープの中で関係する人物はガープぐらいしかいなくて、これもしかしてガープにかかってるんじゃないって捉えれるんですよね。この文章どこで区切って、どこまで文脈が続いているかを判断しにくいんですけど、この恐ろしい世界ですよねからの行きますかねあの島になってると捉えると、ガープにかかってる可能性が見えてくるっていう。行かないルートも考えたんですが、ルフィは止められないかな。その島に行くことに関してルフィは止められないかなっていうのが、また分岐で2パターンあって、一つがポジティブに行きたすぎて止められない。空島の立ち入り禁止の男とか、パンクハザードに目を輝かせた時のイメージ。もう一つが、二つ目、行かないといけない理由があるから止められない。このポジティブとネガティブの二通り考えて、あの島ってワードを使ってるんで、すでに名前ががっつり出てる島なのは確定っぽくて、一のポジティブな意味なら、やっぱりみんながよく言うようにエルバフに向かう。二つ目のパターンなら、ガープの報道を目にして、ハチノスに向かうって意味になると思います。もちろんエルバフの可能性も完全には消せないんですけど、ガープの話をしてるならって分岐を辿ってるんで、今回はハチノスの可能性を考えます。ルフィはエースはもちろんのことをサンジが捕らえられてももちろん助けるし、ボンクレーですら見放さずに助けに戻ろうとしました。最近でもビビとコブラのために進路を変えても救おうとする。ザ・ルフィ的な行動を取ろうとしました。このメンバーで動くならガープのことも助けようとするはず。これ1060話なんですけど、このコマの後に続くシーンが重要。ロビン、ルフィ、まだあなたに関わりのある名前が若干出てるけど、聞く？それに対してルフィが、お前に任せる。やべえのは教えてくれ。この関わりのある名前は時系列的にもおそらくコビーの拉致のことで、それはロビンはこのタイミングでは教えなかった。ルフィの言うやべえのは教えてくれ。これこそがガープの報道につながると思います。エッグヘッドは今新聞が届くような状況じゃなくて、新聞が届くなら次の島への公開中で、ゴダゴダが終わってエルバフに行くと思いきや、ガープに関する記事が出て、それをやべえ情報としてロビンが話しさえすればルフィは動くんだと思います。行くか行かないかギリギリまで悩めるように小田先生が書いた。ルフィは自分で新聞を読むことがないから、ロビン次第で物語を変えれるように仕掛けておいたんだと思います。ってことで今回はハチノスの可能性を考えるんですけど、あれの奪い合いと、あいつとあいつの戦いは意外な結果になる。これもこの動画で話し切ります。ハチノスの戦いが、まるで頂上戦争の形になってることに注目したい。捕らえられたコビー、エース。これがどっちも黒ひげが原因で捕らえられてて、政府との交渉材料になってる。助けに来たのがガープとソードとか他の海軍。これが白ひげと白ひげ海賊団と傘下の海賊たち。ガープはコビーを海軍の未来として守る。白ひげは
海賊次世代の頂点に立つ資質のあるエースを守る。ガープとコビ、白ひげとエース。ここの関係性が被ってくる。細かいところで言うと、VS 青生地の描写が同じで、どっちもアイスボールって技を使うんですけど、綺麗にこの2回しか使われてないし、振動と破棄かなんかで自力で破壊するところまで同じ。登場シーンもそうです。敵陣に乗り込むってところもまず同じなんですけど、頂上戦争といえば、白ひげが予期せぬ場所から登場して、ルフィたちが空中から軍艦で落ちてきた。蜂の巣ではこの2つが重なって、ガープが予期せぬ場所、空から軍艦で登場するっていうところも似てる。だからこの57巻の表紙と107巻の表紙、ルフィの配置と走る姿が同じように書かれてるんだと思います。頂上戦争と蜂の巣の戦い、これがリンクさせられてる可能性が高い。頂上戦争といえば決着がついた後に最後にシャンクス、じゃあ蜂の巣の戦いの最後の最後にもシャンクスみたいなやつが出てきても良くないかっていう話で、ジャンフェスのコメントの話に繋がってきます。要は頂上戦争のシャンクスポジションが四皇になったルフィに当てられるのではないでしょうかっていう話です。シャンクスといえば昨日まで小競り合いをしてたんで、ルフィがエッグヘッドから次の島として向かえばそこもおおよそ一致する。この展開になるなら確かに行かなくても成立するっていうところにも筋が通るかなっていう考察ですね。ロビンが言うか言わないか次第、ガープを助けに行くっていう展開を書かなくても話は進むようになってる。じゃあ航海で船で蜂の巣に向かうと時間がかかるんで、どうやってすぐにシャンクスみたいに蜂の巣までたどり着くのか。ここは妄想ですけど、エッグヘッドに来るであろうクマに飛ばしてもらうのが一番簡単そう。もしくはボニーの会長みたいな未来とかに乗っていくっていうのもありそうやし、もしくは鉄の巨人が飛べたりしても熱いかなとか考えれるけど、どうにかすぐに蜂の巣に行くと思いますし、その行き方がもし本当に書かれたら、逆にシャンクスがどうやって一瞬で新世界からマリンフォードに来れたかもこう逆算して逆説的にわかるかもしれません。じゃあまた文脈判断マンに戻りますけど、ルフィは止められないかな。そうなってくるともうあれの奪い合いになりますね。このあれってなんやねんってところで、これパッと見何も考えずに見たらロードポーネグリフの奪い合いってことってなりますよね。仮に行くことになる島がエルバフで、そこに火の傷の男がいるんだとかなら奪い合いっていうのも筋は通るっちゃ通るんですけど、ここも文脈判断で、そうなってくるとあれの奪い合いになるってことは、以前には奪い合いになってないものの言い方なんですよね。だからロードポーネグリフやとしたら、ちょっと言葉としておかしく見える。僕は蜂の巣に行くと思ってますから、蜂の巣で何かを奪い合うとなるとベイビーバックファイトをやるんじゃないですかね。ロングリングロングラウンドのホワッとしたやつじゃなくて本気のやり合いです。ベイビーバックファイトは人取り合戦、つまり人、仲間の奪い合いのことだと思います。もちろんルフィは黒ひげ海賊団のメンバーなんていらんから、ルフィにとってはガープを取り返すためだけのゲーム。サンジも来るならプリンの取り返しとかも考えられます。もしペローナが逃げ出せず捕らえられてたら、ゾロが戦う理由もできます。本気のデイビーバックファイトによる奪い合いとなると、最後のあいつとあいつの戦いは意外な結果になるかもしれません。これはルフィと黒ひげの戦いですかね。それともシリューとゾロか。ベイビーバックファイトは妨害可能なんで、青生地がロビンの助けをしたりなんかもありそう。ルフィと黒ひげが戦って意外な結果になるなら、黒ひげが仲間にとかなれば、まあおもろそうすぎますけどね。まあ僕は黒ひげがラスボスとは思ってないんで、このあたりでぶつかることも考えれるかなと思います。そんな感じですかね。あの島イコール蜂の巣の可能性結構あると思います。よいしょ。